とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、古代狩りやっていきます。アイテムが298個だね。使っていかないともったいないです。チェストが欲しい。チェストが、なんか300個ぐらい入るチェストがあればいいんだけども、まだ実装はされてませんね。今後されるかもわかんないけどね。では、ハズレが出ない限り3周行きます。ハズレが出たら4周行くね。お、1周目、入り口からいきなりありましたね。チェストの数がね、29なので、あんまり期待はしてなかったんだけども、まあ一応出てきてくれました。OK ね。え、こう変更はボスについてだっけ？ボスか？あ、ボス、あぶね！マジか、ちょっと待って。まずこいつらを倒そう。OK、倒した。お前だけになればもう楽勝なんだ。あー、落ちてった。落ちてった。よし、ゲット。殺戮か。強い。じゃあ強いんだけども、使わないかな。よし、もう一個。ありましたね。みんな来たかい？みんな来てないね。ちょっと待っとってね。あと一人かな。あ、いや、落ちてるか。落ちてるね。オッケー。あー、来た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 。大丈夫か。できれば4人全員にアイテムを取ってほしいところなんだけども。まあまあいいでしょう。もう全然お任せしていいか。お任せで大丈夫だったみたいだな。よし。俺はタイタン。フォープラザ。おー、まあまあ、そこそこのやつが、あー、闇のアーマー。でもまあみんな取れてよかった。次行きましょう。それでは、一周目の報酬を見てみましょう。何が出るかな。あれ、あ、おー、落ちたかと思った。ダイナモはついてるね。あ、でもな。エンチャント悪くないね。ダイナモがついてて、で、輝き、で、虚無とも変えれるね。うん、6% 吸収の時でも対応できる。で、衝撃波のクリティカル。おー、強い。けども、俺は使わないかな。フロストサイス、あー、流れ込む魂がないね。次。スライサーはいりません。カメ。やっぱりね、クールダウンつくやつが、なかなか珍しいんだよな。あー、いらないね。最後。ダメだ。ダメ。ということで、2周目、行きましょう。2周目来ました。ね、今回が、プレステにね、メッセージでね、なんか英語の人が入ってきたのよ。英語でメッセージもらって、で、一緒にやろうぜみたいな感じだったんだよね。外国の人かな？多分。ちょっと、なんかね、すごい喋ってくるんだけども、俺あんまり英語がね、わからないのよ。なんで、Google 翻訳で翻訳しながら、なんとか対応してるけどね。外国の人と今やってます。日本在住なのかな。あ、わかんない、まあ、とりあえず今のところ2人で、行ってます。頑張ろう。ダメだ、コミュニケーションが取れない。言葉って難しいな。やっぱクリアするときもね、待ってはくれないしね。死んだときもね、助けに来てくれないんだよな。なかなかコミュニケーションが難しいです。まあ、とりあえずクリアはできたんで、よかったかな。いりませんね。次。いらない次。今回も、ちょっとキャプテンじゃない。古代人少なかったんで、これはもう4回行かなきゃちょっと、
尺が短くなりすぎるな。最後、おおおお、あー、惜しい惜しいね。ポーションバリア3がついててよかったんだけども、クールダウンなし。あ、そうか、今持ってんだ。あ、おーおーおー、これもまあまあじゃない。魂の共鳴と、あと流れ込む魂でしょ。で衝撃波があって、あー、こっち、まあ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 、そうね、重力入れてもいいか。これはありだな。このフロストサイズはちょっと買っときましょう。うん、良さげだった。はい、では次行きましょう。ここか、来ましたね。では行きま、あっち、あっちのね、宝箱から取るの。オッケーオッケー、あ、違うか、気のせいか。あ、オッケーですよ。来てるね、うん、最近はもうそれで行くようにしてるんで大丈夫です。ただマルチだからラグいんだよね。ラグいからなんか急に変なところから出現したりするんでちょっと嫌なんだけども、 OKOKOK、 ちょっと待ってね、こいつらをちょっと倒さないと。任せた。近接で行くんだね。近接で行け、行けるもんか。それでは3周目おしまいですね。あんまり出ないね。うん、数出ないな。今日はちょっと調子が悪いっぽいね。あ、でもさっき、うん、ショップで1個いいのは出たけどね。うん、でも古代人自体はあまり出ないっぽいです。次、うん、前はねこの谷の小玉すごい欲しかったんだけどね。うん、まあプレゼントでもらったんだけども、ちょっとね俺の想像とは違った。うん、複数ヒットのスキルがいまいちな方だったんだよなこれって。うん、ないね。じゃあもう一回行ってきましょう。いや、まさかね入った瞬間クリアになりましたね。運が良かったのか悪かったのか。まあとりあえずまた商人見れますね。ありがとうございます。違う、おーっと、おあー、でもなー、いらんかな。幸運ついてるんだけどね、いらないか。はい、次、黄金ピグリ、あ、これも幸運がついてる。いや、でもいいか、いらないか。なんか若干微妙なやつが出るね。いや、いらない。あ、ダメか。うん、じゃこのままもう一回行ってくれるかな。それでは来ましたね。装備は俺大丈夫。チェストが19、まあまあかな。あ、で矢を増やしてくれてありがたい。200ぐらいあればいいかな。うん、300やでも十分でしょう。これ OK でーす。どうしようか。あ、いや、まあまあまあ。多分、なんか慣れてるメンバーっぽいんで、ちょっと拝見しとこうか。見とこうか。OK でーす。いいかな、みんな。じゃあ。いい？任せたよ。いきまーす。ちょっと拝見させてください。よし、俺も行くぞ。しゃ、あ、ちょっと待ってちょっと待って、どこいる、どこいる。あー、いたいた。全然見えなかった。あれね、なんか紙吹雪がセットされてるね。パパパパ、なんか紙吹雪が舞ってる。ピグリンの誇りか。まあ次行きましょう。2回目の古代人、ここ、まあどうせ槍だろうけども、いいですよ。ちょっと見ときます。
ちょっと待って、いや、待て、やられる、やられる。いいね。おはっクロスボウ。あ、でも槍がやっぱり多めだ。それでは4周目おしまいです。まあそこそこだったかな。でも今日はなんかね、あんまり出なかったな。ありがとうございます。なんかあんまり出なかったっぽいんだよな。最後のショップもなんかいまいちだね。いや、いまいちだわ。よくない。では、今日出たやつちょっとチェックしてみましょうか。全部で6個か。コブの槍もちろんいりませんね。あ、でもユニークばっかりだったね、今日は。ユニークばっかり。これは運が良かったって言えるんじゃない？あ、悪くはないね。かなり火力は出そうな気がするけども、これね、弾がね全然持てないんだよね。確か矢束1個につき10個ぐらいしか矢が増えないからちょっと使いません。でピグリンの誇り、これはまず使えないんでいらないですね。ハープクロス、マルチショットないいりません。スポンジストライカー、輝きがもともとついてる。で、重力付き。弱体化もついてる。これは使っていけるね。これは全然いける。で、タイタン。幸運ついてるけども。そうか。重力パルスまでついてる。これは、いりません。使いにくい。で、フロストサイス。これ出たやつだね。これはなかなか良かったんじゃないですか。これ使っていけるよ。はい。ということで、こんな感じでございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。